非常用バッテリーと情報モニターを搭載し、災害時の情報発信ツールとしての活用が期待される新しい形の自動販売機が狛江市に登場しました。震度4以上の地震になります。注意してください。大きな音と光で危険を知らせる自動販売機。狛江市に登場した災害救援ベンダーは、併設されたモニターに災害状況や避難場所などが表示され、災害時の情報発信ツールとしての活用が期待されています。また同時に30人が使用できるフリー Wi-Fi が搭載されているほか、非常用バッテリーを使えば停電しても48時間は稼働できるという最新型の自動販売機です。情報発信という意味で、強力な武器を手にできたというふうに考えております。狛江市は人通りの多い市内2カ所にこの自動販売機を設置し、通常時は市政情報を表示するなどして活用していきたいとしています。